ンスカンパニーの、皆さんに、ダンスを踊っていただきます。 R ダンスカンパニーは1999年に10月ですね、設立をしまして、函館の文化発祥の地、西部地区、十字街のカルチャーセンター画牛館2階で、スタジオを構えております。七重、三原、北斗、アッサブに出向レッスンをし、短大でも指導しているダンススタジオとなっています。10月9日ですね、祝日なんですけども、北斗市の、カナデールショーホールにて、お昼に、キッズジュニアのステージ、夜に大人のステージを開催することになっておりますので、ぜひぜひ皆さん足を運んでいただければなと思います。10月9日、チェックしてください。ということで、今日は、早速 R ダンスカンパニーの皆さんに、ダンスを、ダンスショーケースを、やってもらいたいと思います。それでは1組目の、紹介をいたします。1組目は、混合で、いろんな方々混合でやっていきたいと思うのでチェックしてください。4歳から20代まで、幅広く年齢層で元気にパワフルに踊ります。それではかましてもらいましょう。 R ダンスカンパニー混合ステップオープン。楽しくれました。 R ダンスカンパニーのみんなにもう一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございます。
それではちょっと、ここでですね、ちょっと R ダンスカンパニーの先生にですね、皆さん、これ絶対応援してほしいな、この子たちにっていう、何かございましたら、R ダンスカンパニーの方に、ご連絡の方していただけると、素晴らしい応援をしていただけると思いますので、皆さん、チェックの方よろしくお願いいたします。それでは、ダンスショーケースの方、続けてまいります。次もですね、R ダンスカンパニーの、ダンスショーケースになります。ネクスト、次は月曜ヒップホップクラスの皆さんに踊っていただきます。大人っぽくおしゃれな踊り、カラフルな衣装に注目です。目から楽しんでくださいということで、ダンス踊っていただきましょう。月曜ヒップホップクラス、ステップホップ。でした。もう一度大きな拍手をお願いします。素晴らしいダンスを、披露していただきました R ダンスカンパニー。続いても R ダンスカンパニーから、紹介したいと思います。ネクスト、次は歌謡ヒップホップのクラスの皆さんに、ダンスを、踊っていただきます。R ダンスカンパニーより、じゃあ歌謡ヒップホップクラスの、皆さんです。かっこよくておしゃれなパフォーマンスに仕上げました。少し大人っぽい子供たちを最後まで見守ってくださいということで、がっちりかましてもらいましょう。歌謡ヒップホップクラス、ステップホップ。
some wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen, the other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? カンパニー火曜ヒップホップクラスの皆さんでした。少し大人っぽいダンスかっこよく決めていただきました。火曜ヒップホップクラスの皆さんでした。ネクスト、次を紹介したいと思います。ネクスト次も R ダンスカンパニーより、木曜ヒップホップクラスの皆さんが、ショーをかましてくれます。大人が見せる少し色っぽくもエネギリッシュな姿をパワー全開でお届けしますということで、木曜ヒップホップクラスの皆さんに踊っていただきましょう。それではお願いいたします。